私もね、最初の頃滞空時間を増すためにこうやってもね、もう無理だと思いましたね。ギネスの記録のタイムを聞いて、それから自分の体力の限界も知ったら、まあもう挑戦するだけ無意味かなというぐらいタイム差があったんですね。だけど諦めるとそれで終わりなんですね。だから今までの人たちがやってきたことじゃないやり方で、例えば髪質を変えるとか、折り方を丸っきり変えてみるとか、飛ばし方変えるとか、もうとにかくいろんな挑戦、試みをしていくべきなんです。そのうちにこう見つかってくるものがあるんですね。それでタイムが1秒1秒伸びてくるんです。それで20秒超えた時点からあと7秒か21秒であと6秒と、こういう感じでね、もうこれはスポーツの世界も一緒だと思うので、本当の飛行機の勉強もしてみる必要があるんですよ。航空力学とかですね、そういうことを勉強すると、一部に紙飛行機にも取り入れればタイムも伸びてくるんですね。それと本物飛行機と全く違う原理の部分もあるんです。実際紙飛行機ならではのそういったものにも気づいていくということですね。まあ全部それをね、私が全部ここで説明をしてもですね、面白くないと思うんです。逆に言うとね、これはやっぱり苦労してみんなが掴んでいくことに面白さを感じるんじゃないかなと思うの で、一気に私が喋ったところで何の、はあ、それですかって終わりますから、やっぱりあの丁寧に一つずつですね、かいつまんで、それで1秒伸ばしていく、このリレーこうだとかね、タイムが伸びていくんだよとか。まずですね、一番最初は正確に折らないということです。正確に折ろうとすると、折り重なりがこう増えると、逆にこういうふうに重なるやつも出てくるんですよね。こう寄せていくときに前を折った折りがこうか、それで中央部グッと曲げようよといったときにはよじれるわけですよ。だから適度な隙間を作りながら折っていくということがポイントの一つになります。それからふわふわ飛ばさないということ。折ったばっかりの飛行機はできれば墜落するぐらいがちょうどいいです。最初から飛ぶ飛行機っていうのはギネスなんか超えられません。なぜかというと、ふわふわ飛ぶ飛行機は真上になったときにすぐに宙返りしてこっちの手元に帰ってふわふわふわですから、本物のこのマッハでと音速で飛ぶ飛行機、三角形ですよね。すみません、紙飛行機と同じ。あの飛行機、後ろの昇降台ひねり上がってないときにこう墜落してきますからね。微妙に後ろがひねり上がって、まあ大げさに言うとこういう感じで飛んでるんですよ。紙飛行機も一緒、何もしないときにはストーンと落ちなきゃいけないんですよ。ストーンと落ちるのも進むで、微妙に翼の後ろ、ここをですね、微妙に上にひねり上がって、そしてスッ、いい飛行機はですね、投げた瞬間にスル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 と乗ってスピードが落ちないんですよ。落ちずに最後にフッと浮くんですよ。いいピッチャーの球はバッターの手元にグッと伸びてきてフッと浮くという格好でしょ。紙飛行機も一緒ですから、あのいい飛行機はスピードが初速からあんまり落ちなくてスーッと来てスッと浮くような飛び方します。そういう飛行機を真上に投げるとクーッと上がっていって水平以降にフッと移るんですよ。それがよく飛ぶ飛行機の原理になります。まずはそれが一つの、あと細かいテーマでね、少しずつタイムを出していく。